すごい風、あーなんだこりゃ、また風が入ってきてますね。風が、北風がすごいです。せっかく大潮になって、いつもこれから綺麗になるかなって思っている土地に、正面の出入り口のところに軽石、あ、重機もありますからね、重機で入れて取ってくれたんだね、ここね、綺麗になってる。役場の人もこの大潮で全部綺麗にしようと思って取ってきた、まあ、そしたらあいにくのこの北風がすごいね、あそこいっぱい浮かんでますね。上げられてますね。こんな感じがいっぱい入ってきたな。入っていってますね。なんじゃこりゃ。奥の方の雨も降ったんで濁りもすごいですね。汚い海になってますよ。重機で取ってくれて、この袋に入れてくれたんですね。だから本来だったら大潮で残りのこの辺の軽石、多分これそういうの計算して取ってんじゃないの。この辺まではあさってぐらいには海が来ると思うんで、もしそれで南風が吹いたら全部流れちゃうだろうなっていうのを計算してやったんだろうね。のホームページを役場の人も見てるのかもわかんないですけど見てないか。軽石を取ってるっていうよりはもうね、この辺のゴミとか砂とかまとめて取ってるって感じですよね。こうやらないと取れないもんね。こんな細かいんだもん、軽石が。これはもう砂と一緒になっちゃうよ。あ、なんかいっぱい書いてある。島中の宝、みんなの海、一日でも早い回復を願ってます、応援してますとか、すごいね、いっぱい書いてる。行けばよかったんだけど、ちょっとここ最近でないぐらいの北風が吹いてて、もう台風みたいな、あーでも浮かんでますね。あー、やっぱりあの海がこっちの陸の奥の方まで届いて、その軽石が海に戻ったら浮かぶんですね。それは良かったけど、浮かぶ軽石がまだ残ってたんだなっていうのは良かったけどね。これで風が南で吹けばどんどん沖に流されるんだけど、もう今日は北風なんで濁りもとどまってるし、軽石ももちろん流れないし、ね、明日も北東なんですよね。多分大潮の間はもうずっと北東が吹くと思うんで、ウィンディーで見たらね、ちょっと申し訳ないけど、せっかくの大潮なんだけど、
綺麗になんないかな。多分もう5月はこれで大潮終わりなんで、今日が200日目なんですよね、撮影始めてから。綺麗な海がね、